B テクノメディアマジック、ニューパズマツさん新品卒業計画、はい、こちら、結構お久しぶりなんですけど新しいイベントもね、イベントというかイベントじゃないや、新しいキャラ出たんですよね。天使と悪魔。裏で弾いてはいるんですけど一向に出てきません。今のちょっとキャラを見せましょう。これはおそ松兄さんの方です。結構集まっては来たんですよね。多分ここかな、見せてないのは。お注射します。あ、見たかで、から松兄さんはこんな感じ。まあちょっとやっぱり星さんが多いもんね。ソロマス兄さんは、はい、注射打つよ、よく使ったんでね。で、一松兄さんがちょっと出ました。注射しまーす。ここといらっしゃせいらっしゃせホストね。で、十四松実は裏で弾いたんですよ。弾いたんですけど、金3というね、10連やったんですけど、金3で、全部 TGC という。ね、1個ぐらい虹欲しかったなって思ったんだけどな。注射ドゥーン。で、その後もちょこちょこ星さんで、ほとんどこのキノコばっかり出たんですよね。キノコキノコ。トッティが一番少ないな。一応ガチャはね、毎日この超お得のやつやってるんですけど、一個にルシファーも引けないです。で、そんな中ここまで来たので75までやっていきたいと思います。ストーリー解放したいからね。俺たちの世界へ。手紙だ、手紙と檻か。あ、早速解放は嬉しいね。あー、シャッフルそろそろ入るな、これ。まだ入らないな、これシャッフルだな。あった。ここだな。そこ浮いてるんだよな。だいぶ浮いてるんだよな。何とかあった。あったどっちも解放できないな。これはワンチャン狙ってよかった。
ただ手紙が遠い。未だに手紙が遠い。あ、来た。収まり、収まってた上のボタンなんだよな。よし。見せてやれ、十始末。これ十始末って言ってほしかったな。あ、解放できるね。お、来た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 。あ、これは取れるね。あ、そっか。あともうちょっとか。ちょっと先走っちゃって。これは解放が先かな。あ、これ縦いけるね。よし、手紙ゲッツ。あと9ターンで、あー、そこか。あ、な、起死回生狙ってみるか。起死回生の手。あ、やった。神松のね、いいところは変化させるものがダイヤ、あのクリスタルとか爆弾だった場合はそれに変わるんですよね。全部一斉に。これかな。あ、やった、噛みます。一気にいけるかな。これまあいい感じかな。よーし。よーし。一発でいけた。ステージクリアする俺。よし、やっとストーリー見れます。さ、全部なんとか、これ全部一応縛りかは分かんないですけど。あ、来た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 。アイテム使ってないですからね。使えばいい。もう多分使わなくちゃいけない時期だろうと思うんだけど。よし、お兄さんが手本見せてやるよ。いや、いやー、多分話しかけられないんじゃないか。カッコ5は。ストレートすぎないか。ピーピーピー。ライオンビーム、縦マスジュエル、福引き。まだ福引きがまだ溜まってないから。よし、コンプリート。なんかすごいビジュアルのいるけど。今しないの。そろそろ新しいギミックでも来るのかな。ちょっとキャラクターがちょっとね増えたから、ちょっと使ってみたいものいろいろあるんで、気になったものあったんでね。確か17末の TGC だったかな。10C ダンシング、ちょっとこれ見てみたいな。じゃあこれをメインに。え、僕でいいの？
十四松と十四松でいこう。進化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 、お金はいっぱいあるんだね。梨も多少は貯めたので、どうなるのこの十四松か。すっごい強くなった。強いのかな。よし、で十四松と十四松でいこう。さあ初めてカラマツ兄さんからトップを変えてみた。いけチョロマツ。エピソード6。なんて言うんだろう。頑張りマッスルマッスル。頑張りマッスルマッスル。オーソドックスなステージだなこれは。わーい。すみません。早速。十四松の色消してみればいい感じかな。あ、一気に両方溜まったんだけど。まだ2ターンか3ターン目だよ。とりあえずまずはこれだな。注射。こっち。みんなみんな大好き。いけいけ。ルーレット。あのルーレットだね。これでタップしたらタンス減る？やってみましょう。十四松色で止めてみよう。タン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 。違った。タンスは減らなかったっけ？よく見てないや。消える場合はちょっと消しちゃおうか。消えないから使おう。使う。なるほど。これでクリアだね。よし。動きが一緒だな。あ、なるほどね。動きが一緒ってなんか夢のようだね。夢のようだねって言ったね今。これも面白いですね。ルーレットも。ただやっぱりカラマツ兄さんのスキルもなかなか強いんだよな。だから欲しいんだけど。頑張りマッスルマッスル。おっと今度は時間制限。そうきたか。これはスキル使いづらいな。よし、見極めて。次どうする？あ、しまった。ちょっと指離れちゃった。ああ、見えてない。なるべくつなげないとな。夢のようだね。夢のようだね。夢のようだね。つなげないとね。ああ、まだ触れてたのはいいんだけど。ああ、それしかないか。ああ、おうおうおお。一瞬見失った。これでしょ。
ここでしょ、ここでしょ。えい。すごい。夢のようだね。あ、離れた。すごい。次使ってもいいか。使おう。どうせだったら使おう。力使って、みんなみんな大好き。いけいけ。じゃあ、すごい。夢のようだね。夢のようだね。おーっと、あーっと、指離れた。これはこう、スキルはすぐ発動できちゃうな。すごい。夢のようだね。ちょっともうちょっとスキル使わせてもらおう。いけいけ。星さんが遠い。みんなみんな大好き。いけいけ。あ、どこだ。どこだ。ああ、これはいけないな。これは届いてないな。簡単だったね。やっぱり届いてない。やっちゃった。頑張りマッスルマッスル。やり直し。なんとか途切れさせないように回さないといけないから。夢のようだね。あ、途切れるな。すごい。ちょくちょく離れちゃうな、どうしても。あー、見えてない。見えてないぞ、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 見えてないぞ。あった。仕方ない。さっきより言ってないね、これ。あー、失敗したな今。すごい。夢のようだね。すごい。なんか言いたくなっちゃった。すごい。夢のようだね。よし。あ、まだ腰にも届いてないよ。みんなみんな大好き。いけいけ。どこ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 だ。あっ、見落としたこれは。すごい。すごい。あー、終わった。さっきより言ってない。わー、やった。一個。ちょっと裏でありますね、これは。あー、じゃあスキルがな。スキル戻すか。さすがに。ニコ。まあ、ここまでかな。もうちょっとでな。ここクリアしても。もうちょっとででも、
500貯まる。500貯まったら、引きたいな。というわけで、今回は、ここまで。